で、まず潰していきます。おはようございます。今日はバナナホットケーキ作ってみたいと思います。バナナなんかよく最後の1本だけ残ることあるんですけど、ちょっとこれでやってみたいと思います。はい、バナナ潰していきます。じゃんじゃんじゃん。これ1本使っていいかどうかちょっとわかんないですけど、1本使っちゃいます。で、まず潰していきます。多いかな、1本は。お、なんかいい感じっぽい。こんな感じでいいと思います。作り方と分量は箱の裏に書いてある通り作っていきます。粉は2分の1袋使います。まず牛乳、卵、これをかき混ぜます。そしたら粉入れます。そしたらバナナ入れます。いい匂いがしてます。お、なんか美味しそうですね。はい、これで焼いていきます。はい、油は薄く引いてあります。入れます。ひっくり返します。わあ、いい色です。中まで火入ったかどうかちょっと見てみます。大丈夫かな。大丈夫そうですね。こんな感じでできました。続いてもう一枚焼きます。粉入れます。2枚目の方が量が多くなったみたいです。うわ、でっかくなっちゃった。いきます。いよっ、おお、いい感じ。こっち面の色、あー、上手に焼けてます。はい、バナナホットケーキ完成です。わーい、どんどん。じゃあ食べていきます。1枚だけ。まずは何もつけないで食べていきます。はい、こんな感じでできました。あんまりバナナが入ってるようには見えないですけど、食べていきます。いただきます。あ、おいしい。ほんのりバナナの風味がする程度ですね。もっと入れてもよかったかもしれない。あ、でもこれでいいかな。うん、バナナの香りしてきます。おいしいです。あ、おいしい、おいしい。マーガリンつけます。はい、今度はマーガリン塗りました。いただきます。うん、美味しいです。はい、もし家にバナナ余ってるようだったら、ホットケーキに混ぜ込むと最高に美味しいホットケーキができますので、ぜひやってみてください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。